こんにちは。今日はですね、困った時、大変な時こそ人に相談するという話をしたいと思います。私はですね、以前サラリーマンしてたんですが、それ辞めてね、こういうヨガの世界来たんですが、しばらくやっぱりね、収入がね、全然なくて、あと仕事もない、という時間がしばらくあったんですね。でそういう時に、テレビだったと思うんですが、見た時に、これを知ったんですけど、アメリカだとですね、失業する、例えば仕事がね、なくなってしまうと、10人に相談しろっていうんですね。でなんで10人かっていうと、10人くらい声かければ誰か、仕事を紹介してくれるかもしれない、っていうんですね。で、その通りだなと思ってね、大体普通は逆のことをやるんですね。誰にも言いたくない、お前仕事辞めたんだとかね、なんかそんな風にね、ちょっとね評判を気にしてしまうっていうところがあって、私もそれよくわかるんですけどね、そういう時こそね、やっぱり人と話して相談していかなくちゃいけないっていうのを学んだんですね。で実際私も今ヨガの経営のことに関してはコンサルタントの方に、実際相談してます。ですんでね、ただまだまだスピードが遅い、間違ったことをどんどん変えていく、いいものをどんどん取り入れてね、変えていかなきゃいけないんですが、まだ進んでませんが、そんな風にね、追い詰められた時こそ、相談することがとっても大事だと思います。ぜひね、参考にしてみてください。以上で終わります。どうもありがとうございます。